れてんの？あれ息割れてんの？やったな。息割れてへんな、まだ。息割れるとこか。9時15分やったな。まだやな。
JT と書かれておりますのが、ジョイフルタイムアドベンチャーの JT 館です。JT 館ではガラス越しに見えています。ドア号という乗り物に乗り込みまして、宇宙の旅を体験いたします。襲いかかってくる怪獣や隕石をレーザー光線で撃ち落としながら、謎の王国にとらわれた夢の妖精、アフィリッドを引き出す。こちらもテーマガラス張りのパビリオン見えておりますけれども、こちらが昨夜この花館です。綺麗な花々がね浮き上がっておりますけれども、こちらの方はジャングルから極地まで世界のお花が一堂に集められております。その数2600種1万5000株となっております。ラフレシアのお花の模型が展示してあります。本物の方は山のエリアの西部園に行かれますので見られるようになっています。でこちらのパビリオン、少しね不思議な形しておりますけれどもね、あのパビリオン自体がお花の形に作られております。さあこちらね、何のお花の形に作られているんでしょうか。ちょっとあの真上からね見ていただかないと分かりにくいかとは思うんですけれどもね、何のお花でしょうか。皆様ちょっと首の方横にね振られておりましたので、ただいまからの三択のクイズをしたいと思いますのでね、どうぞ3つのお花の中からお選びください。1番チューリップ、2番スイレン、3番バラ、ね、この中からお選びください。よろしいでしょうか。それでは1番のチューリップだと思われるお客様、チューリップ、はい、それでは2番のスイレンだと思われるお客様、スイレン、どんな花かなとおっしゃってるお客様はいるんですけど、それでは3番のバラだと思われるお客様、バラ、はい、まあ、バラがね圧倒的に多かったんですけれどもね、なんとこちらのお花の形はね2番のスイレンの形となっております。まあ、あの最近ね、スイレンのお花見ること少なくなりましたのでね、まあ、どんな形かわからないお客様多いと思うんですけれども、この昨夜この花館の前にはね池がありましてね、こちらの方に小さいんですけれどもね、スイレンのお花が浮かんでおります。さあこちらの方でね、どうぞスイレンのお花の方をねぜひ見て帰ってください。まあ、こちらの正面になりますのでね、まあ、この辺に来ますとスイレンの形がねなんとなくわかるんじゃないでしょうか。でこちらの方もね、まあ、受付がね、まあ、ただいま並んでおられるお客様で最後だと思うんですけれどもね、この昨夜この花館が花博閉幕後、ね、もうそろそろ閉幕いたしますけれどもね、閉幕後もこちらの方で永久的に保存されますので、まあ、今日入れなかったと残念がっているお客様もね、花博が終わりましたからゆっくりとね昨夜この花館の方に行ってみてください。さあまずまたあの下の方にはねマンホールがたくさんございまして、マンホールにはねかわいい花スピンちゃんのお顔がたくさん描かれております。またこちらの方皆様ね歩かれると思いますけれども、どうぞね花スピンちゃんのかわいいお顔言わないようにね歩いて帰ってください。さあ右手にねただいま飛び立っておりますから、生命の大地イノシの塔です。でただいまイノシの塔のねちょうど真横のところに皆様の姿がね映っております。どうでしょうか、見えておりますでしょうか。でよかったらねどうぞ手を振ってみてください。あそうそうそう恥ずかしいんですけれどもね、まあもう最後ですのでね皆様手を振ってみてください。あまだ来られるお客様いるんでしょうか。あの花博の方はね、9月30日ということですので、ね、まあ、あのもう少しなんですけれどもね、ぜひ、まあ、もう一度、ね、こちらの方お越しください。この命の塔の高さの方が、メキシコ水準になりましてね、90メートルとなっております。また展望台の方は、ピンク色の少し上の部分、一つは野原のエリア、そしてずっと来ましてね、山のエリアと東のエリアを約10分少々で進んでおります。山のエリ
川で皆様のずっと前方の方にね、たくさんの建物を広がっておりますのが山田エリアとなっております。パビリオンの方はね、もう受付の方終了いたしましたけれども、会場の方は夜10時半までということですのでね、まだ時間ありますからね、どうぞ山田エリアの方で綺麗なお花の方をね、ゆっくりご覧いただきまして、写真の方、綺麗な写真